はい、皆さんこんにちは、メゾンブランシュの加藤です。メゾンブランシュ22周年ということで、お客様から、たくさん、お話いただいております。ありがとうございます。ですね、あと昨日、今言うあのマンボウの、ゴールドステッカーですかね、お酒の提供がお客様にできるとかという、審査というか見回りが、昨日ありまして、3人の方と職人の中に来ていただきまして、店内いろいろと、確認というか、まあ、チェックしていただきました。結果、特に、まあ、あの問題もなく、大丈夫だということでしたので、ただあのそのゴールドステッカー自体はあとまだ1、2週間かかるそうなので、少しまだ時間がかかるんですが、一応全ての規定はクリアできたということですので、皆さん安心してください。